お、見えてきた。これ都市連合じゃない？ここ都市連合の街だと思う。いやー、やっと来れたな。こんなに引っ張ると思ってなかったんだよ。いやー、もうすぐ。あとは、っていうか、何も見えねえ。もはや懐かしいな、都市連合。侍だよな、こいつら。うん、侍だ。行っていいぞ。ただこれさ、どこで売ればいいんだろうなっていう。今ね、泉さんが、パシシを持ってるんだよ、6個。これを、ちょっと売れる場所を探さなくちゃいけないな。さあ、泉さん、ここは、雑貨屋かな？あ、酒場だね。このバーテン。バーテンに売るっての多分厳しいんだよな。値段はちなみに。ハシシ、金製品だ。ダメだってなってる。ただ価格がやばいな。プラス 1100%。わざわざこんな遠出すれば、やっぱり金にはなるんだな。ただ、このバーテンに売ったら嫌な予感しかしねえんだよな。これ何も先に進まない感じにまたなりそうだから、バーテンに売るのはやめとこう。お、こいつは、盗賊の小売屋。忍び盗賊だ。小売屋だからこいつも売買できる。こいつどうかな？泉さんどうだ？盗品を売ってるか。なんか、どういうかけ方してんの？獅子王誠じゃん。なり損ないなのよ。はしし、金製品、ダメだ。これどこで売りゃええねん、じゃあ。しかもこれ 500% で低いしさ。防具屋さん、どうすかね。やっぱ売れねえな。ここは、ムー。あれ？ムー。なんか、同じ名前がいるな。シンパシーを感じるけど、ムー。ダメだな。ダメ。ダメ！売れねえじゃん。ビッググリム、お前何言ってるんだ？ここ売れねえじゃん。もう核なる上はやるしかない。泉さんからミュウにパシシを移しました。ミュウ、エクスペンタブルズ消耗品軍団、手足であるお前らは死ぬのも仕事のうち。これ絶対やばいんだよ。やばいけど売るしかねえ。いやもうわかるよ、わかるわかる。攻撃されて奴隷にされるみたいな、そういう流れがすげえわかる。ミュウ元奴隷だからちょっとかわいそうではあるけど、やるしかねえな。この忍び盗賊団はちょっとなんか違うっぽいんだよな。これね、この獅子王誠ね。お前だったらさ、なんか違う反応してくれるんじゃないかな。ただ売り値 500% になるんだけど、これでいくわ。頑張れミュウ、踏ん張れよ。売る。はい、密輸を試みた。え？どうした？売り物はあるか？いや、今売ったじゃん。え？なんだ今のは？え？何これ？もう一回。はい、密輸を試みた。は？ちょっと待って、ちょっと売らせて、売らせて。生活かかってんの。ボンドの生活かかってんだよ。買えよバカ。純粋な暴言だ。おい、お前それがかっこいいと思ってんのか。お前、おいおい、買え買え買えよ。これなんなん、この密輸を試みたって。いやもう買えって。だからほら、買えよ。売り物などない、買うだけだ、何も聞かない、それがルールだ。じゃあ買えよ。買えって。じゃあもう知らんぞ。バーテン、ミュウ、お前の働き忘れない。こっちの方がやべえ、バーテンの方がやべえ。行くぞ。密輸を試みた。おい、やめろ。あー、これ買ってくれる人を売ることで探すってことか。なるほどね、なるほどね。いやもう売ってすぐに何かが起こるかと思ったけど、なんか、あ、え、衛兵、ちょっと待って、衛兵呼ばれた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 。危ねえ、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 危ねえ。逃げよう。
わかった。これ、トライしまくればどっかで売れるわ。頑張ろう。売れる場所を改めて探そう。パン屋の旦那、どうだ。パン屋とか意外と悪どいことしてそうだしな。行くぞ。おい、密輸を試みた。おい、それは私のだ。あ、武器屋の旦那、お前実はたしなんでんじゃないの。おい、やめろ。あ、これちょっと待って。えへ呼ぶ。全然買ってくれねえわ。また会えて嬉しいよ。だって、あ、嬉しいって。じゃあ買ってくれる。おら、おい、それは私のだ。それよくわかんねえのよ。なんかだんだんバカらしくなってきたんだけど。これハシシの売り方わかんねえ。結局どうすりゃいいんだろうな。まあ一応次の町向かうけどさ、もう期限の1週間さ、来ちゃうよね。なんかもう無理な気がすんだ。だったらもうビッググリムの顔色を伺うのももう無理じゃねっていう気がしてきちゃってるけどさ、どうしよう、マジで。あ、こいつらは放浪者。放浪者が襲ってきたな。放浪者ぐらいなら倒せるか。飢えた放浪者。こいつら攻撃力11、2、13、このくらいだったら倒せるか。私の今強さって多分まだ全然低いんだよな。このくらいでも苦戦するか。多分この飢えた放浪者たち弱いんだけど、弱いレベルのやつらで私たちはどれくらいダメージを生んだろう。よし、倒したぞ。負傷具合、まあ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 か。あ、そう、ちなみにですね、今ベンジいないんですよ。ちょっとなかなか言及するタイミングがなかったんだけど、ベンジここにいます。ベンジにはここで一人待機しててもらってます。オクランシールドが抜けられればね、ここら辺山脈があって越えにくかったので、でこっち山でしょ、ということで一人お留守番ですね。あった、隙間出たな。隙間、これ一匹か。一匹でどこまで渡り合えっかな。一匹だったらどうだ。私たちの強さはどこまで通用する。おお、モグコやられる。チュンもやられる。あー、なんか、モグコ、おお、倒した倒した。あー、いけたね。倒せはした。死力を尽くして一匹は倒せるけど、絶望的にやられたな。絶望的にズタボロにされたわ。あー、この程度の実力なんだな。もうね、わかった。私はまだまだ弱い。結局、ビッググリムに助けてもらおうっていう考え自体が甘かったんだよな。決めた。実力なんぼのこの世界。戦って戦って戦い抜いて、修行して、胸張ってスワンプに帰れるように、今ここで強くなるわ。ジャンプで毎回よく見るやつやろう。修行会に入ろう。ここから先、しばらく修行会だ。だいたいつまんなくなるんだよな。サクッと、なるべくサクッと編集で終わらせようとは思うけど、どれだけ時間かかるんだろうな。ある程度全員揃ってでいいから、スキマーを倒せる実力をつける。それくらいを身につけて胸張ってスワンプに帰るようにしよう。そうしよう。もう決めた。今までの弱い私にはさようならだな。これで一曲作れる。歌わねえけど。まずはこのベンジーをさ、どうにか合流させてやらないといけないんだけど、間違いなくね、この、ここオクランシールド、絶対に喧嘩売られて、ボコられて終わるので、で、そうなったら今助けに行けないでしょ。だから、まずは、ベンジーを安全に合流させることだな。
ここのさ、3地帯だったら、スケルトンは3食らわないから、スムーズにいけるかもしれない。こうやって迂回していこうか。いけっかなぁ。ちょっと怖いなぁ。置いてかなきゃよかった。気をつけろよ、ベンジ。ホーリーネーション近くにいるからな。これね、もう、分かってきたよ。この世界。用心に用心を重ねるに越したことはないっていう。絶対ホーリーネーションやべえんだって。ちょっと向こう側に渡るまではまず刺激したくねえよな。これね、こっち側を通っていけば抜けられると思うんだ。で、多分3の雨降るんじゃないかな。なんでベンチだけ名前ついてんだ。俺消してんだけどな。あ、こんなところにアイアンスパイダーがいる。もういいわ。マジでちょっと、ベンジ一人マジでひとたまりもないから、気をつけて抜けていかなくちゃいけない。大丈夫だよな。もう、慎重に慎重を重ねていくよ。アイアンスパイダー、これどっち向かってる？私の方向かってるな。これ、通り抜けたい。アイアンスパイダー通り過ぎていく。通り過ぎていくんだったら、頼むよ、振り返ってくれんだよ。ここにいる。で、ベンジここ。振り返らないんであれば、いけるいける。これ走った方がいいな。隠密してる場合じゃないな。走っていこう。オッケー。もうずっとこんな感じなんだよな。カットしまくってるけど、日々こういう風に生活してんのもううんざりなんだよ。私は胸を張って、街道を闊歩したい。おし、抜けれたんじゃないのこれ。これ抜けれたね。これ抜けたね。おしおしおし。これで三聖地帯もベンジに抜けられた。あとは、合流だな。都市連合で合流だ。都市連合どうだろうな、スケルトに対して。こっちの方でスケルト見なかったからな。ちょっとストートあたりで合流させたいな。やべ。やべ。カマトーマが密着してんだけど。でもこれ走り続けてれば大丈夫っぽい。ちょっと、頑張れベンジ、頑張れ。もうこいつを倒せる実力、お前にもつけさせてやるからな。頑張って逃げてくれ。あ、また来た、また来た。うわぁ、うわぁ、ちょっと、マジで頑張ってベンジ。頑張って、君が走れば。うおー、気持ち悪い。気持ち悪い。お侍方、助けてくれ。助けてくれ。おし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 。おし、さすがお侍だな。ここで見守ろうぜ、ベンジ。ちょっと、うまみだけもらっていこうぜ。おし、すげえ。やっぱサムライ強えわ。これくらいの強さがあればな。さすがです、お侍方。よし、ベンジ、必要なものだけ取って、あとはみんなの合流を待つぞ。よし、見えてきたな、ベンジの名前が。これで全員合流だ。ベンジは修理してあげよう。買ったよ、スケルトン修理キット。もうだいぶお金がね、今200キャットしかなくなっちゃったけど、まあ修行しなくちゃいけないからね、しょうがない。お金の消費はしょうがない。あの便所コオロギをコンスタントに倒せるようになればお金はだいぶ楽になるんだよね。あとこの都市連合ね、賞金首を倒したりしてもお金になるっぽいから、お金の稼ぎ方はいくらか見つけられると思うんだ。まあここからよ、ここから第2章よ。おお、古巣に帰ってきた。古巣に戻ってきたぞ。ここ、以前侍たちにボコボコにされて逃げ出した場所。以前と比べてだいぶ大所帯になって帰ってきたな。これ中大丈夫かな？中変わらない？あ、変わらないね。何かアイテムとかあったかな？あ、まだドライミートも入ってる。おし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 。これまだ使えるんじゃないかな、ここ。ちょっとね、これを本拠地とするには殺風景すぎる場所だから、
まあここは修行用の場として活用しようかなと思います、これからね。ある程度強くなってスキマーも倒せるぐらい、まあ割とサクサクと倒せるぐらいになったらまたここは出ていこうかな。また多分税金徴収とか来るからね。まず修行の準備だな。修行の準備を始めよう。まず本を研究台にぶっ込む。でこの基礎的なトレーニングダミー、これが必要なんだよね。これがあれば修行ができる。そして寝床も置けるだけ置いておく。めちゃくちゃ狭い家だかんな。来た来た。そしてこういう敵、特に隙間、こいつとひたすら戦い、修行に明け暮れる。戦い続けることで私たちは強くなる。しゃしゃ、一匹ならまあまあいけるんだよな。一匹ならいける。これをもっともっと大勢相手にしても大丈夫なくらいには強くならなくてはいけない。そして負傷した時はこのベッドで寝かせてまた次に備えると。ひたすらこの繰り返しだ。な？いや、またしてもなんか来たな。これも修行、これも修行。この侍の地でひたすら修行に明け暮れてやる、こいつら。あ、朝鮮人も来た、朝鮮人も来ちゃった。修行、ちょっと修行中なのよ。ちょっと税金払う金なんてないんだって。お前らもう分かってんだろう。あ、こっちは倒したけどさ、ちょっと何ですかお侍さん。最近いろいろ問題を起こしているようではないか。いやいやいや、何も起こしてないですけどね。徴税額は6000キャットにさらに増えてる。今10分の1しかお金持ってねえよ。立ち退きまでに3日間の猶予をやろう。はい、なんとかなったぞ。そうだったな、この地はこういうことがたびたび起こるんだよな。これも修行か。